私がガンで死ぬっていう事実もできれば変えてほしいんだけどね。なんて顔してんのさ、アリックン。マジだよ。重く言おうが軽く言おうが本当のことだよ。私はガンです。もうすぐ死にます。そんなに驚いた？さすがのお姉さんも予想外かな。リクさん、早かったね。本当にそれなり？シノの言う通り、リクさんは素直じゃない。それじゃあ案内する。ついてきて。シノの病室はこっち。ごめん、質問の意図がちょっと汲み取れない。かなり早い段階から教えてもらっていた。専門ではないけど、治療の幅は広い。私も前に骨折した時はここに通ってた。私、詳しいことはわからない。この部屋。
入ってあげて。多分びっくりする。どうぞ。リクさん、どうしたの？面会できるようになったって誰に聞いたの？私が教えた。シノ、リクさんに会いたいって言ってたからお越しいただいた。仕事してるかもって思って連絡するの我慢してたのに。来てくれてありがとう、リクさん。本当はもう少し落ち着いてから連絡するつもりだったんだけど、会いたかったから嬉しいよ。アイリも呼んできてくれてありがとね。うん、でももちろんタダじゃない。対価は払ってもらう。え、アイリの独断の行動だったのに？それはちょっと理不尽じゃないかな。でもリクさんに会えたでしょ。それはまあそうですけれども。そういうわけだから私の言うことを一つ聞いてもらう。しょうがないな。リクさん連れてきてもらったし聞くだけ聞くよ。それじゃあこの婚姻届にサインをしてほしい。それは対価として釣り合わないよ。エア婚姻届、これを使えばエア結婚ができる。それってただの妄想でしょ。それだとちょっと世間受けが悪い。もっとスタイリッシュな言い方が好ましいと思った。エアって言っておくとかっこいいってこと？エア三点倒立とか。っていうかエア三点倒立って何するの？やっているうちに宙に浮かぶ。物事が常に同じ形状であるとは限らない。万物は流転し止めどなく流れ移ろいゆく。何そのちょっとかっこいい言い回し。私が聞くべきアイリの言うことって結局何なの？実は何も考えてなかった。次に来る時までにはすごくエロいのを考えておく。なんでエロいことさせようとしてんの？それはシノが私のリビドーを刺激させてやまないから。そっちが勝手に刺激されてるだけじゃん。これ以上ムラムラしたらリクさんの前でも構わずにシノを襲ってしまうかもしれない。だからそうなる前に帰る。もっとゆっくりしていてもいいのに。いやらしいことさえしなければ。練習がある。それに二人で話したいこともあるでしょ。ありがとう、アイリ。練習頑張って。うん。明日も来るから。待ってる。待ってて。じゃあね、シノ。リクさんも。改めて、来てくれてありがとう。リクさん、仕事は？そんなに私のことを気にかけてくれたわけですか。え、違うの？本当？こんな小娘のことを？
けどさ、ちょっと不思議。だってまだ知り合って1ヶ月と少しでしょ。それなのに仕事も手につかないほど心配してくれたの？同じ？どの辺が？わかんない。なんでかわかんないんだけど、なんとなくリクさんにも教えなきゃって思ったんだよね。そう、なんとなく。ごめんね、こんなアバウトな理由で。っていうか、理由にすらなってないよね。もうちょっと弱ってるかと思ったでしょ。そう思うのもしょうがないかな。病気のこと話した次の日に倒れちゃったから、ちょっとタイミングが悪すぎちゃったね。じゃあ心配かけたお詫びにリンゴを剥いてあげる。でしょ、お詫びって言ったけど、食べきれないから手伝ってほしいっていうのが本音。あ、剥くのは私がやるよ。リクさんは待ってて。慣れてるからね。基本的に自分で剥いて自分で食べるから。料理はさっぱりなんだよね。私はあくまでリンゴだけ。リクさん、家庭的な女の子の方が好み？そっか。じゃあちょっとだけ家庭的っぽいところをアピールしちゃおうかな。うさぎさん、なんかいいお母さんって感じしない？これができると。そうでしょ。まあ子供が産めない私には無駄な特技なんだけどさ。ああ、作れないわけじゃないよ。妊娠する前に死んじゃうんじゃないかってこと。リクさんには教えたよね。あと3ヶ月って言われたって。その期間で妊娠して赤ちゃんを産むなんて誰にだって無理でしょ。なんとなくわかるんだもん。もう私長くないってね。私だって言いたくないよ。でもぐっと現実味が増したと思わない？こうして倒れちゃうとさ。って何言ってるんだろうね私。ごめんねリクさん、せっかくお見舞いに来てもらったのに変なこと言って。そうだね、病は気からって言うもんね。とりあえず重たい話はこれでおしまいにして、リンゴを食べよう。放っておくと茶色くなっちゃうよ。どうぞどうぞ。はい、フォーク。
そうだね。ついさっき来てくれたばっかりだと思ってたら結構経ってたよ。ありがとね、リクさん。こんなに長い時間、私の相手してくれて。本当？じゃあ、これからもたまに来てくれる？困りはしないけど、さすがに悪いと思っちゃうかな。仕事も人助けもしない暇な時間があったらでいいよ。来てくれたんだ、リクさん。よく来てくれるけど、仕事とか大丈夫？じゃあ、今日は何もしたくなかったの？あんまりときめかせないでよ。胸が余計痛くなっちゃうじゃん。お前の顔を見に来たなんて言われたらキュンとしちゃうじゃないですか。そうだとしたらますますひどいよ。さらっとそんなこと言えるなんて女たらしじゃん。でも、現に一人たらし込まれちゃったからね、今この瞬間。あ、そうだ、リンゴ食べる？剥くよ。ううん、最近あんまり食べないんだ。もっぱらお客さん用だよ。まさかリンゴもまともに剥けなくなっちゃうなんてね。これはお迎えも近いかな。ごめんごめん、
冗談のつもりだったんだけど。失礼しました。ねえリクさん、今の冗談も嘘だって、冗談のつもりじゃなかったって言ったらどうする？そうだよ。っていうかそれさっき言ったじゃん。諦めてるからですよ。実は諦めてるってわけじゃないんだけどね。ただもうダメかなって弱気になっちゃうだけだよ。死にたくないっていう意思？どうやって持てばいいの？それって。死んじゃったみたいに聞こえる？それじゃあ言い直して願望とか。うん、それじゃあそれ、願望。一応ね、あるって言えばあるんだよ。これを叶える前に死ねるかっていうのが。だから、そう、ちっちゃいこと気になる？それじゃあリクさんには特別に教えちゃうって言っても、詳細はさすがに恥ずかしいから概要だけね。私ね、やり残したことがあるんだ。うん、やり残し。自由に動くときしかできなかったようなことがいくつかあるんだ。すっごーく些細なことなんだけどね。些細で小さなことも今の私には叶えられないんだけどね。
何その質問。何かの映画の影響？時間の巻き戻しか。いわゆるタイムリープってやつ？巻き戻しね。それはもちろん、そのやり残しを全部片付けに行きますよ。うん、もし本当に時間が戻せるのであればね。どうしたの、リクさん。いきなりそんなこと聞いてきて。じゃあ逆に聞くけど、リクさんは時間が巻き戻せたら何がしたい？あ、元カノ？元カノ？それじゃあ誰？年齢と性別と関係性を述べよ。それ私のパクリじゃん。それ教える気ないってことでしょ？じゃあいいもん、私も教えないから。うん、まあ時間がないからそれもできないんだけどね。さっきから言ってるけど。そうだね、どうぞ。こんにちは。うん、じゃあね、リクさん。シーノ、今の誰？彼氏？あ、ひょっとして前に言ってた人？それはもちろん、そのやり残しを全部片付けに行きますよ。リクさん、シノが亡くなった。夜に具合悪くなって痛み止めを点滴して目を覚まさなかったって。うん、深夜だって。
ついさっき連絡が入って、それを伝えに来た。こんなことで嘘つけない。未来変えられるように頑張ってごらん。一応言っておくけど、多分無理だから。そうだね、ごめんごめん。うん、頑張って。あんまり期待してないけど、これでやる気をなくしてくれたら無駄に苦しまなくて済むよ。まあね、そう思ってるから。私は無理だな。もうしばらくしたら嫌でも元気じゃなくなるから。そんな顔しないの。最後なんだから笑って別れよ。本当に私には今後一切会いに来ちゃダメだよ。どんな手を使ってもね。よろしい。やっぱり素直な子は好きだよ、お姉さん。リクさん。気持ちはわかる。私も知らせを聞いたとき同じような反応したから。うん、覚悟はしていたつもりだけど。うん、でも実は教えに来ただけじゃない。預かり物、シノからリクさんに。私がいなくなったらリクさんに渡してほしいって。何も、ただ渡してほしいっていうだけ。それじゃあ私はこれで。うん、またね、リクさん。リクさんへ突然の手紙でごめんなさい。驚かせちゃったかな。特に大したことは書いてません。お礼が言いたかっただけです。こんな私のことを気にかけてくれてありがとうございました。うざかったよね。
すっごい弱気なことばっかり言って。でも励ましてくれたこと嬉しかったです。本当はね、もうちょっとだけ生きていたかったかも。リクさんに時間が巻き戻せるとしたらどうするって聞かれた時、少しだけそんなことを思ってしまいました。リクさんに教えたよね、やり残したことがあるって。やっぱり私それを全部叶えたかったです。元気な時に叶えちゃおうと思ってちょっとは動いてたんだよ。でも全部はさすがに無理でした。その前に倒れちゃった。せめて全部叶えてから死にたかったな、なんて今は思ってます。最後になりましたが、改めてお礼を言わせてください。私のことを心配してくれて本当にありがとう。本当は直接言いたかったけど、なんとなく恥ずかしいのでこういう形にさせてもらいました。それでは失礼します。本当に時間が戻せたらよかったんだけどな、なんてね。自分の願いを叶えるためなんだよね。
未来を変えることはできない。そう、それは例えば君が私の心を変えることのできないように。